よし、やっていきましょう。ぼっち回避ということで、もうタイトルからしてね、小中学生の頃を思い出して胸がキュッとなっちゃうような人も中にはいるんじゃないかと思うんですけど、もう僕もね、まあ、ちょっとキュッて、まあ、ちょっとなって気になってる、ということで、回避できるもんならね、してあげたいんで、早速ぼっち回避していこうと思います。いきます。お、あ、そう、教室の中でクワガタとカブトムシ、あ、しかも窓の外ヘラクレスオオカブトいるじゃん。いろんな場所をタッチして調べてみよう。了解です。これぼっちだな見るからにぼっちだな。なになに、タップするで、ヘラクレス、あ、オオカブトをゲットして、で、ここまでスワイプするんだ。僕も持ってるよって、もっとすごいのいるよって言って、あ、違うかな、この子に持たせるとか。おおおー、で、仲良しみたいなね。なるほど、こうやってちょっとずつ友達作っていってぼっち回避するってことね。オッケーオッケー。あ、なんか音楽流れた。なんか音楽ないのかと思って、ちょっとなんか寂しかったけど BGM 流れてよかった。で、あ、今のが一番ね。オッケー。基本的にあのドッキリ神回避とかと同じような流れなんだね。オッケーオッケー。次、給食ぼっちなんかもう名前からしてなんか嫌ねよし、やっていきます。え、外でサッカーしてる給食の、あ、なるほど、プチトマトが食べられないんだこの子で、ちょっと残っちゃって一人でぼっちしてるってことだよね。とりあえずプチトマト取る、食べる、あ、食べれるんじゃん、全部食べさせよっか。はい、あ、え、頑張ってるよ、うん、え今のでこれ正解なのかな。え結局ぼっちな。プチトマト食べて気持ち悪くなっちゃったぼっちか。どうしたらいいのかな。あ、まず開ける。開けて、あ、サッカーボールゲットした。あ、キョロキョロしてる。で、サッカーボールをこの中に入れるとか。あ、したら戻ってきて、え、気づく。あ、あ、すごい。やっぱこういう風なさ、あれの、陽キャ、こういう風なこう運動ができて人気者みたいなのはやっぱりいいね。心まで人気者よね。優しい。でもじゃあ最初から誘ってほしかったけどねこれ右のこれニューって押したらいいのかな。ああ、次から俺にいいよなめちゃくちゃいいやつじゃん。へえ。でステージ選択に戻る。なるほどね。オッケーオッケーオッケー。もう序盤はねこうやって結構簡単な感じで進んでいくけど、多分終盤に進んでいくともうどんどん難しくなっていくはずなのね。うわっ、いや、遠足でぼっちか、きついな。あ、さっきの男の子、いい子だ。あ、しかもめっちゃお腹空いてるのかな。弁当箱はあるのか。あるけど一人で食べれないんだ。これさ、トイレに持ってったらトイレでご飯食べるんかな。普通に持たせてみよっか。トイレ行きそうじゃない。あ、何も行かないのか。でもこの男の子お腹めちゃめちゃ減ってる。あげてみるとか。あ、あ、何も有無を言わさず食べた。あ、かわいそうだよ。友達もいなければ弁当もないん。なんか取れるもんないかな、他に他の人の弁当を盗むとか。違うな。あ、トイレ押した。あ、ああ、あ、一番ダメだよそれ。便所飯はやめときな。あ、あ、一番辛いやつやん。あ、しかもぼっちだ。これでなんか進むんかと思って違うな。どこかな。うん、お腹減ってるからこの子になんかしてあげたいよね。まあ、弁当箱取るでしょ。唐揚げ1個だけあげるとかそういうことじゃないのかな。あ、あ、お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 、あ、いいやつ、めっちゃいいやつ。あ、なるほどね。あそこに置けばよかったら、ちゃんとこっち側で持たして弁当だけ置くんじゃなくて、ちゃんと男の子に行かせるってことね。オッケー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 。なんか一言言ってると思う。どこ行くんだよいいね、めちゃくちゃイケメンやね。
こういうこと友達になってほしいよ、もし自分に子供がおるんやったら。で次、遊園地ぼっち。お、一人でティーカップか。逆にそこにまでよう至ったよね。そこまでよう行ったよね。誰か連れてこないといけない。お、いい、後ろのやつ割れる。全部割ったらあの人が来る。あの人風船が、まあ、でこの人、あ、この人一緒に乗せるとか。それ反則じゃない？この人と一緒でも楽しいのかな。スタートリー、これいいのかな。めっちゃみんな見てる。いいのかな、これ正解。まあ、ぼっちだな。よかった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 。でもこれ友達なのかな、何なのかな。人気者と一緒に、あ、そういうことね。まあいいならいいんじゃないかな